おお、かわいい、ほんと？ありがとう、たくさん、今たくさん、かわりん。ありがとう。はるさん、お菓子ありがとう。嬉しい、デレが出てきて嬉しそう、嬉しいです。エムズさん、こもりありがとう。見つけちゃったわ、妙にセクシーだったや、本当。周平ちゃんを見つけちゃった、未周平を見つけちゃった。横顔も艶っぽいのも。エムズさん、こもり本当たくさんありがとう。最近のサッチーたん、どんなデレしてくれ、え、どうだろう。うーん、今までがねちょっとツンツンすぎちゃったから、そっちたんは。そう、昨日とかめっちゃ褒めてくれた、髪サラサラだねって。そっちたん、かなたのオマージュ。まさかずさん、コメントありがとう。牛のリース可愛いのでフォローしました。リース可愛いよね。りあちゃん久しぶり、元気元気。おっちーさん元気。サッチータンダンスうまい、本当にダンスうまいし、歌もうまいし、サッチータンめちゃくちゃ可愛いし、昨日はサンパーメンダーと話できなかったです。できなかった。サッチータンのツンデレね、ツンは想像できない。ツン、そう、ツンツンしてるの、サッチータン。ギャップだね。わかりきんで、ごめんね、こちらこそ。おちいさん、いつもいつも仕事お疲れ。さっき帰省のターンが渋滞やん。かなうたん、いちごたん、ゆいかたん、ひーたん、そうだよ。そう、私はたんたんたん読みなんですよ。ひーたんたん、ひーちゃんたんとかね、いちごたん、ゆいかたん、ゆうなんたん、かなうたんとか。でもゆいなちゃんはゆいなちゃんって呼んでる。ゆいなちゃん、ゆいなちゃんって呼んでる。かすみたん、リーチたん、リーチちゃんってたまに呼んでる。みゆぽんはみゆぽんって呼んでる。みゆちゃん、うーん、タンが多めだね。リエチも負けづかい、ほんと。まさかずさん、サッチータンツンデレ見たい。リアタン、そう、ゆいかたんにリアタンって言われてめっちゃ嬉しい。わしないさんのサッチーよりリアチーが早いかな。え、サッチータンどんくらいだろう。タンタンタンと12月の福岡、2月の広島のリアル行けるように今休み。お疲れ。ラップータン、ラップータン。ラプータン、ラプータン、ありがとう。リアチューはリアチュータンになるんかい。そう、リアチュータン、リアタン。ひーちゃんタンは分かりづらいね。分かりづらい。ミーポン、ミーポン、そう、ミーポンはミーポンだね。かなータンは僕が名付けたん、え、そうなの。かなータン3期生曲楽しみ、ありがとう。最近ウータン、あ、ひーたんタンはウータンって呼んでるね。僕はタン付けで呼ばれたい。僕も豆、タン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 メンタン。ミーポンはウータンとは、ミーポンはミーポン。リアチはテニス部だから運動は3期でも上位な気がする。ほんと？前もタンつけてみ。深夜ケンタン、嬉しい。深夜ケンタン、いつも来てくれてありがとう。7時57ありがとう。ウッチータン、お化け。リアチはチュータン。ヨシヒロ、ヨシヒロさんありがとう。だるま、やっぱラリーダーですよ。ほんと？ヒータに名前似てるよねって最初の頃めっちゃ言われてました。ヒーくん、リアチューに夢中。てってて。12月の福岡でのツーショット、2月の広島のツーショット撮れたらいいね。普通に撮りたいです、皆さんと、皆さんと撮りたい。いってってて。もう9時までできるんだよ。そうだよ、9時までできるんだよ。かなうたんは、かなうたんが合格開始して、かなうたんって呼んでいいって公認されそうなの。かなうたん、かなうたん
島のひーたんとひーくんでコンビじゃんって言われ、コンビだね、リア中ひーくん。ナズンさんありがとう、おかしい、秋らしい服でかわいい、そうファーベスト着てみました。上に着てる袋あったか、そうそうあったかいですよ、めっちゃ中はこんな素材なんだけど、あのなこんな素材って言っても分かんないか、うん、なんか中はモフモフじゃないんだけどなんかあったかい。こんばんは。下はこんな色の模様、模様だよこんな色。カールくんはじめまして、来てくれてありがとう。かわいさましめじ困っちゃう、21話でいっぱい見れて幸せです。本当リアもまさかじゃさんと小島で話して嬉しい。リア中はチューズって名付けてもええんですか。チュー、チューでいいよ、チュー、リア中。ミシルボイスハートありがとう。ネズミ色、そうネズミ色、チューチュー、リエッチに夢中、ヤオチュー。イベント、そうイベント、ハロウィンキャンペーンに参加中です。ハロウィンのあのギフトで応援してくれたら嬉しいなって思います。チュー公認。リエッチはイベント今ないんだろう、さっきは9位だったよ。スタイルがいいから服かわいい、ほんとレピーリアチに夢中、こんばんは、チズコちゃん、コウモリこんばんは。このギフトでええんか、そうだよコウモリ集めてる。まもなく8位になりそう。ハロウィンナット歌ってるし、むずそう。グラファンさんかわいい、ありがとう。たくさん、まさかずさん、コウモリありがとう。それはそれは、え、でもな7部7部7部かも、8部。こんばんは、メロンパンさんありがとう、嬉しい。カニフミヤさん、コウモリチューチュー、普通ショット写真館お話し会楽しかったよ、みんな来てくれてありがとうございます。メロンパンさん、コウモリ今回ともらえるのはアイスなの、なんだろう、トマトジュースって書いてたような。キットさん、コウモリ今晩中とすすす固定米から消すなんてひどいわ、ひどい、消しちゃった。チューチューとリエツに夢中となんだっけ、いちごたんにリエチューチューチューって婚姻されたとマウントしていいですか言ったらどういう話するかな。反省と長さやのに秋にちょうどいい、うん。チューさん、おかしい、西友さん、コウモリありがとう。わ、メロンパンさん、パンプキンありがとう。外れちゃった、初めてリアで話がかわいすぎて昼見ました。本当昼見ました、本当ですか。いや、もうお話できて嬉しかったです、ありがとう来てくれて、ハート。トマトジュース飲める、ワイは苦手、普段頻繁には飲まんねんけど、飲めるのは飲めるかな。ハートありがとう、初見の方、ボスさんシュシュシュ復活嬉しいイベント中、トルチさん、これこんもりセブンのメロンパン食べて胃袋をそれにした、ありがとう、メロンパン食べてくれたの、ユーチューの好きな。ヤホチュー、高パパさん、こんもりありがとう、こんもりありがとう。来月メール取るね、おすすめポイントの、おすすめポイントはなんだろう、おすすめポイントなんだろう、みんななんだと思う。僕もトマトジュースよりブドウジュース、リもブドウジュース。メロンパンさん、おかしい、多分いちごママからやめてリュウチュンに手を出すいつも怒られてる、ママありがとう、リアのリアがあのなんか嬉しい、なんかリアを守ってくれてる。
ママをリア、あ、ママって呼ぶの公認されてる気がする。ママにママ呼びを。メロンパンさん、お菓子。エムザさん、お菓子。メシャボイさん、ハート。あ、おすすめポイントはリアのプライベートが知れる。リアのプライベートです。リアちゃんの可愛い写真いっぱい届きますか。届くと信じて。リアが食べるものとか教えてくれる。そう、リアが食べるものとかいらないと思うけど教えてます。自撮りがめっちゃ可愛いのでおすすめ。ちょっと今日もう最後メール送ると思うので50分ぐらいに終わろうかな。あれね、ちょっとメール送るのちょっと手間かかっちゃうんだよね。いろいろ最初にいろいろパスワードとか打たないといけない。昨日はいちごママと隣のレンで楽しかった。リアチ通信届いたら幸せになる。本当？みんな。モバベいろんなリアチの写真見れる。本当にみんな。リアの写真可愛いしかない。本当？めっちゃ大事な情報。痩せた？本当？嬉しい。メールの写真全部可愛いよ。本当？よしいこさん。チューチューだよ。リア中に結婚式ギフト禁止って言われました。そうなの。リアはいちごママたんに結婚が許されてないのか。結婚できないね。トラッチさん、お菓子。リアのすっぴん写真も送られたことあった。そう、あれは本当にもう送んないです。絶対撮るしかないですね。本当本当にすっぴんのアイスの写真はもう載せません。モベの編集リア中に夢中なんだよ。宣伝ありがとう。そう、リア中に夢中だよ。昨日はせいがないです。とっても嬉しくてありがとう。こちらこそ。リアの可愛い写真も付けてる。そう、見たよ。サラマンダさんありがとう。海の写真。ミシェルボイさんハート。チューチューだよ。来てくれてありがとう。もうか送らないんだ。可愛いのに。可愛いのあれ。花火師さんありがとう。お菓子。え、またまたお菓子たくさんありがとう。え、こんなに嬉しい。ありがとう。え、すごい。ありがとう。たくさん花火師さん、お菓子ありがとうございます。小さい頃のリア、小さい頃のリア中よ、写真も見たい？あるけど。ミシェルボイさん、結婚して。じゃあ、もっとミシェルボイさん、リア中のこと好きになってくれたら考えるかな。え、花火師さん、たくさんお菓子ありがとう。花火師さん、たくさんお菓子、10連をたくさんありがとうございます。嬉しい。ありがとう。すっぴんは需要ある？私のすっぴんなんて。コウモリは絶対7位にしても、絶対女王が3位。しかも1位、2位、3位、絶対つけられてる。珍しい。頑張り中。こんばんは。ありがとう、花火師さん、たくさん。めちゃくちゃ嬉しい。好き中？すっぴん好きです。本当？すっぴんも可愛いよ。本当？あれはレアですね。しかもパジャマだったので。リアのすっぴん大好物か。うん、本当だよ。本当だよ。なら良かったです。保証はしませんが。私のピンの写真には保証しません。ピロピロさん、コウモリありがとう。コウモリ嬉しい。コウモリ今日はリボン。クッションタイム。コウモリアチュだよ。コモリアチュー。月1回ぐらいはすっぴんちょうだい。どうしようかな。リアチューヒーくん、新しいコンビ。ミシェルブーさん、おかしい。確かにリアチューヒーくん、新しいコンビだね。リアチューヒーくん。カリフミオさん、コモリ。リアチュージェシーだからすっぴんでも全然綺麗なはず。こんばんは。ミシェルブーさん、赤のペンライト。オーディションの時からすっぴん見てます。徳島のひーくん、お菓子ありがとう。塩中さん、お菓子たくさんありがとう。嬉しい。
お菓子嬉しい。お菓子で合ってる？お菓子以外にたくさんあるね。お菓子の他になんかなんだっけ、いてててて、嬉しい。みんなたくさん応援ありがとうございます。テニスと卓球は全然、うん、でもなんか強さとか力加減とか、なんかラケットを、私はテニスはこう、あのラケットこうしてたんで、卓球はこうしないの、こうしたらダメって言われるので、なんか間違えて卓球の時にこうやって、なんかテニスの癖でラケットをこうやって首にこうやってやっちゃって、巻きつけるよね、こんな感じで振ってしまうことが何回もあったので、癖が出ちゃった。だからでも卓球ともテニスは結構違うかもしれない。テニスはこうじゃん、卓球はでもこうじゃないの。ミシラバイさん、あと黒いレースのリボン、同期リボンの、そう、このオレンジのリボンとこの紫のリボン、もっくんさんありがとう。勝手が違う。リアチューとスリーパー卓球で勝負したい。え、したい。自分テニスやってたからわかる。そう、自分はバドミントン。え、私もバドミントン好き。リアチュー、チャオチャオ、リアちゃん、ジャムマンガリンさん来てくれてありがとう。公式とちょっとテニスもそう全然違うね。両手でやるじゃん。もっくんさんありがとう。こんもりん、こんもり集めてるので嬉しいです。テニスは腰使う、うん、使うかも。テニスはそんな力が、手の力なくてもいけるよ。ハロウィンない、ミッドない、ブギーない、テニスの経験が生きたのかな。どうなんだろう。バドミントンで勝負したいかも。え、めっちゃバドミントン好きです。よくお家の前で、あのお兄ちゃんと妹と兄弟3人で、あのトーナメント戦やってました。15点マッチでって言って、今のはなしだよ、今のはなしとか、いろいろね、あの言い訳し合いながらめっちゃ勝負してました。みんな負けず嫌いなので、中学は外テニスで、大学は公式テニスサークルだった。今回のスペインはスリッパ卓球、そういや来年オリンピック。ミシルボイスハート、たつぎのすずさんたくさんありがとう、嬉しい。お化けたくさんありがとう、とつぎのすずさん嬉しい。お化けこんなたくさんありがとうございます。誰が強かった？そりゃお兄ちゃんですね。たまにでも勝てました。トーナメントしてたんや。そう、ハロウィンナイト、ミッドナイト、ブギーナイト、バドミントン部だったよ。リアチューとバドミントンしたいよ。えー、したいん。ないかな、そんなの。アチさん、カモリ、マイキューさん、ヤマモちゃんさん、バドミントン、え、やりたいですリアチューの兄弟の話もよく聞くの好き。そう、結構ね、でも仲いい方だと思いますよ。喧嘩多いけれど、あの結構ね、一緒に公園行ったり、3人でね、コインたり、そう、バトリントしたり、ゲームしたりしてました。でお兄ちゃんはあの命を肩車して遊んでたりもしてた。ミシルボイさん、あとこんばんは。自分をリアチューとバトリントしたい。ほんと？喧嘩？喧嘩というか、なんかゲームでなんか強がって、なんかさっきなんだっけ、さっきリアが一緒、あのマリオカート戦ってて、リアが一回勝ったから、やった勝ったーってなって、そしたらお兄ちゃんがやで、もう一回もう一回ってなって、でそれでお兄ちゃんがもう一回もう一回って言って戦って、リアが負けて煽られるっていう一回勝ったのに。兄ちゃんが羨ましい。仲良しなら気持ち、うちの家庭は戦いとか多かった。そうね、めっちゃ昔だけど、お兄ちゃんの部屋で、あの机の下と
こっちドアの向こうにタオルとかで仕切り作って、お兄ちゃんは結構なんかよくプラスチックの銃、おもちゃの銃とかでこうやってやってた。テーブルテニス、去年に仲良くていい、俺がリア充、肩車、ここアーチェリー、すごっ、あインターン、HK のローソンイベントだ、当選中、すごっ、ミシルボイさんハート、負けず嫌い兄弟チューチュー、ミシルボイさんハートありがとう。 BB 弾、そう BB 弾は危ないのであんまりあの人にはやらなかったけど、 BB 弾はあの戦車もあったのでこのうちに戦車もあったので戦車中は BB 弾で、でもたまに戦車でいじめられました。お兄ちゃんに戦車にいじめられてた。だからいつも部屋に逃げ込んでた。弾をリアの足に投げて打ってくるな。お正月リアちゃんと羽子いたしたい。チャットルのバドミントンが空前になった。なるほどね。テーブルテニス卓球、お兄ちゃんに打たれて、そうこんな可愛いもだいかなできる。お兄ちゃん遊ぶとあれと。坂ポポさん、こんもり、かずえさん、こんもり。戦車、ミカナムちゃんのおもちゃ、そう、おもちゃ。ミシルボイさん、あと、そう、戦車。スチールは誰が欲しい、誰だろう。お兄ちゃんは、野球好きです、めっちゃ。野球は詳しい。いじめられてました、パワーワード好き。爆竹で、怖い怖い、妹の人形爆竹がさすがに怖いよ、怖いよ。なんかね、楽しい思い出。あと何したっけ。ハンデをつけて走る競争したりしてた。でそれでハンデ多すぎとかって言ってやつもファンにバッキュンするやん。してるよ。こんな髪も言ったら彼女できない。お兄ちゃん坊主、今はどうだろう。威力ならエアガンなら貸してあげるからしっかりし。でも毎日にあのプラスチックの銃と、今は全然使ってないんだけどプラスチックの銃が何本もあった。14本か3本。野球は兄中は広島カープですよ。お兄ちゃんはで、そうお兄ちゃんの影響で私も野球好きになったり。お兄ちゃんもリアチに夢中にさせましょう。嫌です、めっちゃ仲いいやね。そう仲いいですよ。喧嘩するけど、やっほちゅう。優しい。サバゲー、何サバゲーって。僕に10万ポイント、あと2万ポイント、すごい、あと今日で2万ポイント、あと2万ポイント達成できるように頑張ります。お兄ちゃんありやつに夢中じゃないのよ。10万ポイント、今日は10万ポイント達成できるように頑張りたいのです。 BB 弾の戦車があるのよ、ドラキー。そう BB 弾の、エムタツさんごめん、ありがとう。カップ以外の球団好きな人、広島でクラスに、広島でクラスにカープ以外のいると思うよ。梅田さん、コウモリたくさんありがとう、嬉しい。リエッチが妹なんて嬉しい、羨ましい、本当ありがとう。梅田さん、コウモリ、あまた来てしまったちゅう。鳥取太郎さん、嬉しい、来てくれてありがとう。梅田さん、本当にたくさんコウモリありがとうね。イベントで商品をもらう味を占めている、嬉しい。ちょっと BB 弾あるかも、ちょっと待ってね。ここで前みたいな気がするんだよね。あった、 BB 弾。BB 弾あった。懐かしい。ハロウィンアイドルだったら一気にポイントのチャンスだね。これ見て、 BB 弾、 BB 弾、 BB 弾、懐かしい。鳥
こいつよく遊び終わったらこうやって言ったわ。すごい、こんなに減ってるんだよ。そう、ここまであったのに。そう、これは多分全部掃除機に吸い込まれちゃってた。でこれをよくあの 家中に散らかってて、あの掃除機詰まるでしょって怒られてた。 DD 弾じゃないや、 BB 弾だよ。姉ちゃん弟、そうあった懐かしい。そうです、家具のレグ、そう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 、そう手の届くとこあった。あったような、踏んだら地味に痛い。そう痛いの。えめっちゃ懐かしい。何年前からあるんだろうこれね。めっちゃ昔からめっちゃ忘れた。リエ BB でリエ中世代でもある。そう DD や BB でのシャキシャ、部屋にそんなものが。そうチューチューの部屋じゃない、ここお兄ちゃんの部屋でやってます。リエ中世代でもあるよね。 DD や BB だ、BB だね。お仕置きしちゃうぞBB だ、部屋にばらまいてめっちゃ怒られた。お兄ちゃん油断で BB だ映っててくさ使ってないからいいよね。ラスさんハート、 BBDD だもあったもん。もろい 0.11g 散らかると掃除大変。そうそうそう、そうこれを部屋中にお兄ちゃんが戦車にこれを入れて、あのリアにめっちゃ打てて部屋中これを散らかってた記憶。よく階段に落ちてた。ライフルシャブ打ってました。矢側持ってラジコンもよく、お仕置き、これでお仕置き。 DD にも人権をいたたた打ってないよBB 弾はエアガン打つ時しか使ったことない。中ね、お部屋なの。そうお兄ちゃんワルサー P38 とかも、なんだろう、踏んだら痛そう。痛い、踏んでみようかな。ちょっと待ってね、え、ちょっと待って、え、痛い、めっちゃ痛い。あの全部体重かけてないのに痛い。マシンガンのエアガンなど散らばりまくる。新井家の戦車見て、え、どこあるんだろう今、捨てたかな。痛い、足つぼマッサージ、確かに足つぼマッサージだ。踏むんだ。リエチュー打ったらダメだよ、リエチュー打ったらダメ。鬼チューとか言うんですか。言わない言わない。兄がいると男の遊びも、そう男の子の遊びするそら痛いんでしゅ。我さんルパン三世の、あーめっちゃお兄ちゃんルパン三世好きでしたよ。ビビダンでつぼし、ラプータンありがとう。コムリサイヤのところお兄やんですか。サイヤさん、リアチューが DD に BB 弾打つという噂DD がまだ弾切れはしない列がダメ。 DD 弾ラプータン、コムリまたありがとう。ちょっと BB 弾はお休み、またね。ないかなあれ、ないかな、ないかな、ないかな、戦車。おもちゃ箱みたいなのがあったんだよね、前。もうなくなったような気がする。リアの部屋に銃がありましたよ。ちょっと銃、1分ぐらい取りに行けるかな。ちょっと待ってて。よいしょ、行ってて。持ってきた。戦車なかった。戦車捨てられちゃったかな。リア充、リア充の部屋から取ってきた。見て、壊れちゃってるけど。ちょっと待ってね。え、壊れちゃってる。
壊ちゃれちゃってる、壊ちゃってってる。見てこれこの銃だよ、おもちゃの銃、めっちゃリアルだよね。圧縮しちゃうぞ、バーン。あれ、ならなかった。かすったった。あ。かすっちゃった。ちょっと待ってな。ちょっと待ってね。え、さっき撃てたのに。かすっちゃう。さっき鳴ったのになんで？かわいくしてたな。スクショ。じゃあ打っちゃおう。ねえやだ、かすっちゃう。さっきの音のにパンって。よいしょ。いつもかすっちゃう。これこれさ、めっちゃかする。助けてみんな。これこんな音じゃないんだよね。これこんな音じゃないの。あ、なった。めっちゃ打ってる。バン。みんなのこと、みんなのハートを抜いちゃう。あれ、かすっちゃった。おお。時差な、時差だよ。お、やった。みんなのハートをバッキュン。これを打ち抜かされます？本当？狙い撃ち。公園でバッキュン。時差だよ。おお。ポチッとポチッと、あれ、ポチッとポチッと2回鳴るんだよ。ポチッとポチッと、えい。撃っちゃったね。これね、多分めっちゃ懐かしい思い出なんだけど、多分これ誰かが踏んじゃって壊れちゃって、それをなんか多分多分無理やり直そうとしちゃって
テープが貼り付けてありました。昔のテープ、無理やり貼ってる。これは治んないのに。これね、めっちゃ家に3本ぐらいあったんだけど全部壊れちゃってる。やめたんだ、リエジじゃないもん。母親が踏んづけて壊れてた。じゃあこれもリアのママが踏んづけて壊れてたかもね。あは踏んだんだママちゅうって面白すぎ。そう、3つもママが踏んだかも。もう3つも踏まないで。安い玄具なんだろうの、壊れ8やん。うちごま、ママさんすごい面白いねえ。戦車ないかな、戦車欲しいよ。やちにめっちゃ来てくれてありがとう。ママチュのせいにしちゃった。多分ママチュいてて、ね、全部整理されてるのかな。もうない全部。ゆいちさんハート、プクチュ可愛かった。いててうん、ちょっと待っててね。よいしょ、ここに大量のプロ野球選手写真名簿がある。勝手に見ちゃおう、勝手に見ちゃおう。支援者も爆竹セットして壊した。やばいよ。見て、めっちゃたくさんのプロ野球選手データ名鑑めっちゃある。すごい、1,2,3,4,5,6 冊もある。2014年からある。すごいよ、2014年から14年。知らない選手いるかな。カープ見てみよう。前田健太選手いる。クリアレンさん、懐かしい。ロスク札。花山さんお菓子。ねえ、ほこりが溜まってる気がする。ムズムズするよ。だからもう見ない。鼻がムズムズするので。え、鼻がムズムズするよ。お兄ちゃんの部屋から本、うん、女の子の写真あるわけないよ。ちょっと待ってて、収める。ハウスタースタルギー、ゆうちの写真みんな見て。これちょっと待ってね、これは隠して。ゆうちが作ったやつ誰だと思う。
絵心はないんだけど見て、ゆうちが作ったやつ。フワちゃんみたい。ちょっとあんまわかんないね、顔を揺らしときます。何年前、1年前くらいかな。やばい、鼻がムジムジする。残り溜まってるよこれ。これリアが作ったの。鼻がムジムジするよ。スーパーママがさ、お菓子ありがとう。スーパーママがさん、コウモリもありがとう。ごめんね、疲れた。ちょっとあんまり、ちょっと顔が化粧を塗りすぎちゃった。なんかベタベタになっちゃったのが反省点で、ちょっと目を大きくしてつけちゃったのが反省点で、あ、でもこの触覚お気に入りです。このフワちゃんのこの触覚。あれ、触覚どこ、ここだ、このくるんとした触覚。これね、スマホ、スマホで、なんかこれね、中にこうなってるの、こう首が。ちょっとここに亀裂が入っちゃってるんだけど、これは気にしないでおくれ。かわいい。でもなんか変な位置にスマホがあんの。なんか誰をと目をアップしてんのかな。引き気味にしないと。そう、消しゴムマジック使えるよ。ねえ、顔が変なとこ向いてる。これ自撮りじゃないよ。何撮ってるの？何撮ってるの？わちゃんてる？視聴者プレゼント？これいくらでもあげるよ。視聴者プレゼント、こんなのいるの？うん、亀裂入ってる、めちゃめちゃ。ほら後ろ見て、亀裂入っちゃってる、ここめちゃめちゃ。見てこれ、湿布みたいな。湿布、足に亀裂入っちゃった。これは青タイツ履いてる。長袖タイツ、あ、半袖タイツ履いてるよ。いつ？1年前ぐらい。え、これね、お兄ちゃんのもあるの。ティッシュ。あんまり揺らしないでおこう。見て、これお兄ちゃんだ。お兄ちゃんが作ったの。これお兄ちゃんの作品。誰だろう。ジュウさん、コウモリありがとう。どなた、どなた、やばい、誰だ、私もわかんない。お兄ちゃんの方が首振る、めっちゃ首振れるけど、
リアのはもう触れない。めっちゃ規律入ってる。めっちゃ規律入ってる。やばい、面白すぎて。無駄ね、世界中に配信される兄の作品。わら、よいしょ、おしまい。志村けん違う。お兄ちゃん目玉取れそう。ちょっと待ってて。確かに目玉取れそう。すでに亀裂入ってる。ここの亀裂はひどいですね。ここも亀裂がひどいですね。目のなんかここに鼻筋が通ってないのかな。もう亀裂入っちゃってるよ。お兄ちゃんの作品でーす。変なおじさん、わかんない。ザビエルさんなんだろう。壊してないよ。お兄ちゃんの犯罪者。後ろ確かにない。髪がお兄ちゃん髪がない。髪がないよ。手が変、手が変なおじさん。なんだろうこれ。リップ入んない。トゥルトゥル、トゥルトゥルだね。トゥルトゥル。毎日リンスしてるのかな。トゥルトゥルテカテカだね。テカテカのトゥルトゥル。てっぺんもちなみにてるてるだよ。かわいい。でもちなみにお兄ちゃんも黒タイツだよ。全身黒タイツだね。気が合うね。足が今すぐにも漏れそうだね。かわいそう。亀裂入っちゃってるよ。ちょっとお目目どこ向いてるのかわかんないけど。目がね。これだけ置いてリアが喋ってる。そう、美術。兄弟揃って大続き。やばい。これ配信。リアのサムネと全然違う顔じゃんって。サムネ詐欺だと思われちゃう。サムネ詐欺。サムネ詐欺だよ。こんにちは、 ST48 3期研究生の新井リアです。広島県出身です。よろしくお願いします。リアチュウヒゲ生えてる。サムネ詐欺です。今にでも右目が取れそうです。リアチュウです。よろしくお願いします。ペコリペコリペコリ。よろしくお願いします。
教えんやで。わわわわ。教えんやめて。こんばんは。今ちゅうにこの人形の感想聞きたい。え、そう、今ちゅうもいつかこの作品作ると思う。何にするんだろうね。腰が低い。今日ツーショット撮ったこと全然違う。ツーショット撮った？私と？加工したかな？今来た人ビビっちゃうね。そう、学校で作るの。3体揃うの草。3体揃っちゃう。ペア中人形作ったり、中身おじさんやったか。ワイ直したら全然違う。荒池はみんな作るよ。今のがリア中のすっぴんですね。いや、これすっぴんじゃない。これリア中じゃないよ、別人でした。似てないでしょ。こんな私目取れそうじゃないもん。昨日話が行きたかった。大公開。メイク落としてひげある。そう、メイク落とすと実はこうなの。見れば見るほどやっぱり似てない。メイクってすごいな。そう、実はこんな顔だったの。実はこんな感じ。まあこんな感じだよ。レチューの配信面白すぎて時間経つの早い。学校ではメイクしてないからこれにマスクしていく感じかな。サイレンの T シャツ着てるのかな。配信楽しい。輪郭まで変わってる。そう、輪郭も変わっちゃってるね。実は髪も後ろテカテカなの。おじさんにリボンつけてあげたら。8時46分ありがとう。取れる。メイクしたら髪が生えるの。そう。お兄さんの作った作品めっちゃ振ってる。そう、髭隠すためのマスク。そう、 NG。 メイレンも楽しみにしてますか。あ、そろそろ壇上回んなきゃ。そろそろ何十万なきゃだね。今日はメール送るので。じゃあこの子とツーショットの写真撮るね。じゅんさん、コウモリありがとう。そろそろ大丈夫ね。13位ナダさんありがとうございます。12位スーパーモンモンガさんありがとうございます。11位タカババさんありがとうございます。10位ミシルボイスさんありがとうございます。9位モックンさんありがとうございます。8位ピロピロさんありがとうございます。7位ラップタンありがとうございます。6位花火さんありがとうございます。5位グラファンさんありがとうございます。4位エッチさんありがとうございます。3位タツキのスーさんありがとうございます。第2位メロンパンさんありがとうございます。そして今日の1位はヨシイコさんです。ありがとうヨシイコさん。2位のメロンパンさん、3位のたつきのすさま、ありがとう。1位足よしひこさんです。ありがとうございました。みんな今日ありがとう、配信来てくれて。ありがとう。見たのとみんなとコメントでお話できて楽しかったでしゅよ。じゃあまたメール送るね。来てくれてありがとう。今日はみんなおやすみ。今日も爆笑でした。本当また来るね。みんなありがとう。バイバイ。